インスタグラムでお送りしておりまして、私もね、今年初の投稿がこれだったかな、違う、これだった、これです。はい、今年もよろしくお願いしますということで、なかなかね皆さんにこう年賀状を送ることはできないんですけれども、まあ、そういった気持ちを込めて書かせていただきました。はい、まあ、書き初めというんですか、なんていうんですかねなんか虎をもっとうまく書きたかったんですけれどはい、小さい頃に私が大好きだった島次郎みたいになっちゃいましたはい、はい、皆さんご存知ですか、島次郎ってね、あの虎のキャラクターなんですけれども、教育のね、教材に使われていて、お友達にねうさぎのミミリンっていう子がいるんですよ。とっても好きなキャラクターでした。はい、お話何でしたっけ、あ、そう、 SNS のご紹介をしていたんですね島次郎のご紹介でもありませんはい、キャスターそれぞれも SNS 活用しておりますので、ぜひフォローしていただきたいなと思います。